上原博之は、日本中央競馬会に所属する、調教師。主な管理場に、GI 競争で5勝を挙げた大和メジャーがいる。所属上は、美保トレーニングセンター。茨城県土浦市出身、茨城県立土浦第三高等学校を経て、中央大学法学部卒。1957年、千葉県阿弥子市に生まれる。1歳の時に、茨城県土浦市に転居し、 以後土浦で育った。父親は農協系の団体職員で獣医師資格を持ち、この影響もあって幼少の頃から動物好きだった。土浦第三高等学校では、父の勧めで馬術部に所属。3年時には首相を務め、1974年の茨城国体では県代表選手として個人準優勝、団体で優勝を経験している。高校卒業後は、 馬術選手としての推薦で中央大学に進み、ここでも3、4年時に首相を務めた。大学時代は4年時に出場した関東大学馬術選手権で優勝。全日本学生選手権では個人3位、団体5位の成績を残した。就職先には日本中央競馬会を希望していたが採用されず、留年を選択した後に乗馬インストラクターの資格を取得するため、 イギリスに留学。四ヶ月間の研修を経て、帰国の翌春に大学を卒業し、静岡県御殿場市のホテル県上バクラブに、アシスタントマネージャー県インストラクターとして就職した。しかし、半年後、恋人と美保トレーニングセンターを見学に訪れた際、地域であった獣医師に競争場の調教に携わることを勧められ、直後に、日本中央競馬会の調教助手資格を取得。 1980年11月、紹介を受けた、同場所属の調教師、塚崎義信旧社に入った。塚崎旧社で3年過ごした後、和田正道旧社へ移籍。ドバイでの研修などを経て調教師を志すようになり、1993年に、通算5度目の受験で調教師免許を取得した。1994年3月、茨城県の美保トレーニングセンターに、 自身の旧社を開業。初勝利は同期開業調教師の中で最も遅く、同年7月3日の札幌開催における未勝利戦をノーブルグラスで勝ったのが最初となった。しかし以後は順調に勝利を重ね、当年13勝を挙げた。翌1995年7月には初勝利場、ノーブルグラスが札幌スプリントステークスを制し、重賞初勝利を挙げる。当年は、 重賞2勝を含む24勝を挙げ、関東の優秀調教師賞を受賞。以後毎年おおむね15から20勝前後の成績を維持する中研究者として定着している。2004年、管理場大和メジャーが、サツキ賞を制し、GI 競争及びクラシック競争発制覇を果たす。同馬は後に競争能力に影響を及ぼす全名賞を発症して、低迷に陥ったが、 手術を施した後は、立て直すことに成功し、2007年末の引退までに5つの GI 競争に優勝した。同馬に代表されるように、大和を冠名とする有力馬種、大城継造所有馬の関東における主選級者を担っている。また、自身の管理馬が出走しない GI 競争当日には、テレビの競馬中継で解説者としての出演もこなす。かっこは、 当該場の優勝重賞競争、太字は GIQ 競争。ありがとうございます。